ならず者の最後の一団が決死の抵抗をしているようです。国会議事堂に侵入し、残った爆弾を全て爆破させる計画だとか。ミスター・フレミングを探してください。今度こそ全てを終わらせるのです。宮殿内には複数の敵がいる。全員が武装し危険な連中だ。さらにまずいことに首相の行方がわからない。君にはテンプル騎士団の相手を任せる。最初のターゲットは廊下のあたりにいて、周りには一般市民がいる。爆弾を身につけているようだ。奇襲をかけて奴を始末しろ。こちらに気づいたら爆弾を爆発させる。俺はその間に首相を探す。よくやった。だがまだ爆弾を持った奴らが残ってる。消すんだ。素早く静かにだ。Yes.
で何をやってるんだ。動かないでください。すぐに解放します。一歩も近づくなよ、アサシン。お前の負けだ。12時の鐘が鳴り終わったら、爆弾が国会議事堂を吹き飛ばす。今だ。ありがとう、若き友人よ。こちらへ来てくれ。去るお方が君たちをお呼びだ。近くへ。帝国への忠誠と勇気に感謝します。どうかこれからも守護者足らんこと。女王陛下、これからも人々を守るために力を尽くします。しかしながら陛下、我々は帝国の拡大に協力することはできません。叶うならば帝国主義を終わらせるということはいかがでしょうか。あなた方の立場は理解しています。心情に反することはできないでしょう。最後に一つお願いがあります。これを受け取ってください。さようなら。お二人に神の祝福がありますように。これでもうケーキはもらえないだろう。